皆さんこんにちは、お疲れ様です。よろしくお願いいたします。本日はですね、マガジンのご紹介です。はい、なんてことはないですね、マガジンです。はい、まあ紹介するまでもないってことなんですけど、まあ、皆さん電動ガン買ったら、電動ガンじゃなくてもそうなんですけど、マガジンはいくつか、ね、ガス風呂でも何でもそうなんですけど、買っておくものと思いますが、今回はまあ、CQBR が、フラットダークアース FDE なので、もともとはこっちの黒マグがついてたんですけど、今回はこちらを購入してみました。はい、まあ、これも合わせてなんですけど、はい、比較してみたいと思います。まずこっちのメジャーのやつ開けてみます。全く一緒でしょうって思いきやなんですね。でこちらの方開けてみます。はい、でこちらは MP7 ですね。ずれた MP7 用の、あ、止まってるんだね、こっち来てね。これだけちょっと取り出しにくい。はい、一応分かりやすいように、はい、戻しておきます。こんな感じになっておりますね。はい、一応上の方には CQBR 映ってるんですけど、この下地がですねなぜか今回タンカラーを使ってしまったんですね、布をね。なので、変に溶け込んでしまって迷彩効果を出してしまっているという CQB なんですけど、ご了承ください。はい、でこちらの方はそれに合わせたカラーなんですけど、まずメジャーなものから、これはもうね、わかりやすく皆さん、あー、もう見たことあるよっていう感じの、まあ、次世代用ですね。はい、次世代用です。ちょっと見にくいですね。 これ閉まりにくい、引っかかっちゃってるんですね。はい、次世代用 M4 シリーズ共通82連マガジンナンバー149、これ本当にめちゃくちゃ売れてるやつですね。はい、まあ比較してみると、まあ、特にこう来て、まあ、特に変わりないじゃないかとね。はい、こちら側もで、こちら、はい、もうこうなるとどっちがどっちだって感じになりますよね。まあ、ここのカラーが見えるから比較はつくんですけど、うん、あ、間違えました。ちょっと、ダメだな。はい。まあ、こちらの方もご紹介してなかったですね。ちょっと段取りが悪すぎたね。はい。次世代電動ガン、スカー L、スラッシュ M4 シリーズ、共用で FDE フラットダークアースですね。82連マガジン。ということで、こっちはナンバー178。はい。で、ここまで来た。で、あと見てない場所一箇所ありますよね。実はここが違うんですね。はい、これです。黒の方はコルトーの刻印があるんですけど、フラットダークアースの方はないんですね。はい、僕もこれ初めて知りました。まさかとは思いますけど、もしかしたら個体差、作った時期によるものなのかな。もしかしたら、あの、いろんなものを見てるわけじゃないので、こればっかりは確実にありませんとは言えません。はい、僕今回これが初めてのフラットダークアースのマガジンなので何とも言えません。はい、こちらには刻印がありません。黒の方はある。ちょっと惜しいですね。こっちも欲しかったような気がします。はい、今回ですね、お伝えしたかったのはこれだけですいや、特にだってこれといってね、だから5ですってことはないっていうね。はい、まあ、じゃあおまけで MP7 の元々からついてるマグですね。やっぱ樹脂よりは僕は、スチール系の方が好きですね。金属の方がね。これも比較してみましょう。これ同じだから間違えないようにしなきゃね。こちらの方がオリジナル。はい、ちょっとなんか印つけた方がよかったな。まあこう見た感じ、変わらないよね。はい。若干、点付けの溶接でしょうかね、の場所が違うぐらいでしょうかね。
はい、こうなってこちらも、いや一緒でしょ、あんまり混ぜちゃうと分からなくなっちゃうから。でお尻、これは HK の、はい、刻印は一緒ですね。こちらは一緒、全く一緒。はい、で僕これのねタンカラーなので、僕が持ってるのはこちらもタンカラーを、出していただきたいかなと僕これなんですよね、持ってるのね、これなので、黒よりは、あ、でも全部隠れちゃうからこの部分だけタンカラーでもいいんですね、これね。まあでもちょくちょく黒があった方があれかな、一応イメージ的にはアクセントになっていいんでしょうかね。全部同じ色だと、あ、そっか、ここ黒あった方がいいかもしれませんね、そう考えるとね。はい、まあこちらも結構タンカラーが好きなので。そして同じようにタンカラーはタンカラーでっていきたい人もいらっしゃると思いますので、じゃあ合わせてみようということなんですけど、ここで失敗しちゃったんですね、下地が一緒だっていう何やってんだろうな本当に。じゃあいきます。うん、ちょっと今回ね、現場用の照明をいらないからあげるってもらっちゃったんですけど、撮影用の照明じゃないん でしかもこっち側から当ててるんで、なんかすごい不自然ですね。本当は真上から当てるとちょっと色味いいような感じに見えるんですけど、真上に当てるあのスタンドがなかったんで、はい、ご了承ください。今こちら側から当てちゃってるんで変な色味になっちゃってますね。で、どうしよっかな、まあ、このままでじゃあ勘弁していただいて、でこれにこいつ、まあもちろん入ってません。でそして、銃口は塞いであります。バッテリーも抜いてあります。これをちょっと怖いんで普通に持ち上げさせてもらって、はい、こういった形になりますね。色味的には白持ってこよっか、色味的には、はい、同じような感じですね。本当にプラス、あ、違うな、樹脂と金属で若干の色味の違いはまあ、あるものの、ほとんど、一緒でしょうか。若干濃いめに見えませんか。樹脂の方がやっぱり明るめの色に映っておりますね。はい、バランスはまあこっから下はタンカラー使ってるぞみたいな感じの統一感になりますかね。で、以前ご紹介した、ダッドサイトなんですけど、あれは、AK の方に上げてしまったので、こっちはこっちで、タンカラーのドットサイトを、まあ、ダットでもドットでもいいんですけど、サイト見つけて、装着しようかなと思っております。はい、であとレールガードなんですけど、これを後日紹介いたします。はい、タンカラーのですね、これも、丸井さんのものを購入してみました。これは、次回もしくは、まあ、以後ですね。はい、後にご紹介したいと思います。今回はマグですねの方をご紹介いたしました。AK 用は、あ、 AK スタンダードですね。はい、まあ、僕が持ってるのはベータスペツラーズですので、長いものもあるんですけど、短い、多段とか迷ってます。はい、で、まあ、リアルにこだわるか、まあ、弾多ければいいやっていう感じにこだわるかにもよるんですけど、僕の場合はですね、プレキャリーが、フロントに3つポケットがあります。計6つ入れられます。あの2つ2つ2つで6つ入れられて、プラス1つくっつけられますので、まあ7個までは持てるんですが、まあ4つまでにしようかと思います。1,2,3 で、まあ普通のマグですね。で最終手段として多弾倉を1個持とうかなと思います。まあそんだけあれば1ゲームは十分かなと思います。まあ十分ではない場合もありますけど、とりあえずは4つ持とうかなと思います。はい、で忘れがちなのはですね、まあ M4 マグっていろんな方持ってますから、特に丸井さんのは流用が効くので
いろんな方が持ってて、で、ポロッと落としちゃったりします。の場合、落としたのを気づかないで、先の方へ進んでいくプレイヤーさんも多々見られます。はい。の場合ですね、後続の方が拾って、後続の方って偉い方ってことじゃないですよ。はい。後ろにいらっしゃる方が、ね、後続のね、もしか、ね、過去様とか拾ってくださった、まあ、ありえないですね。はい。ですね。はい。これ誰のマグですかと。これ誰のって言われたときに、何もマークがないと、僕のですって言っても、どこにあなたのマーク書いてありますみたいな感じになりかねない。もしくは複数の方が落としたときに、あ、それ僕のかもしれない。いや、僕のだよって感じになりかねないので、どこかしらに、例えば、ステッカー類、まあ、シールとかでもいいのかなとか、あとは、マーカーですね。油性の、修正ペンのようなマーカーでもいいんですが、ごめんなさい。こういった、はい、ペイントマーカー系ですね。これはシルバーなんですけど、シルバー。はい。白じゃなくてもシルバーでも十分目立ちますので、しっかり振ってからね、こう書いていただく。まあ自分の名前を書く方もいらっしゃるし、イニシャルを書く方もいらっしゃいますし、なんか顔みたいなね、自分のものって分かりやすいように、はい。ただ、これは自分のものという証明ができた方がいいのかなと思います。はい。まあ、あまり人のものをもう勝手に持って落としてやるからっていうことで、ポケットをすぐ入れちゃう方もいらっしゃらないとは思うんですけど、なんとも言えませんから、まあ、ネームはあった方が、自分の目印になるようなものはあった方が確実にいいと。思います。おすすめします。はい。どうしてもかっこ悪いからそれをやりたくないよって方は、まあ落としちゃったらこれはもう自己責任でしょうかね。はい。ということで、まあ今回は、マガジンのご紹介をいたしました。すべて丸井さん純正ですので、まあ純正でもね、多段層とかになっちゃうとレビューがものすごく低くなっちゃう場合もあります。丸井さんによっても玉上がりが悪いとかね。で、比較的、多段層じゃないこちらの普通のメジャーな、マガジンはですね、まあ難なくゼンマイじゃないので難なく、動きますと。普通に、まあ、玉上がりとかもね、気にせずにいけますということで、無難な、チョイスとなります。はい。ということで、マガジンのご紹介、丸井さんのですね、いたしました。はい。最後に、ちょっと忘れてた、MP7 のね、型番だね。はい。伝統コンパクトマガジン MP7A1。要50連スペアマガジンということで CM の03ですね。ここに絵が書いてありますね。50連。はい。ということでマガジンのご紹介をいたしました。ご視聴ありがとうございました。また見てください。バイバイ。ここでチャンネルからのお知らせです。実写チャンネル、ゲームチャンネル各種、そして Twitter アカウントへのリンクは動画解説欄に記載されておりますので、気になる方はぜひ動画のご視聴、チャンネル登録、Twitter のフォローをよろしくお願いいたします。